ラインフォレストロッテルダム港にて、ラッシュ船は、橋家を搭載して輸送するための船である。ラッシュは、英語のライターアボードシップを略したラッシュから来ている。ライターという言葉が、橋家という意味を表す。ラッシュ船は、動力のない橋家を海に隔てられた、内水面の間で輸送する必要に応えて、開発された。動力のない橋家は、港湾、運河、 河川などで押されたり引かれたりして移動し、自力で移動することはできない。ラッシュ船、バージキャリアなどとも言う。橋家を輸送できる船すべてを、ラッシュ船というわけではない。橋家の規格や搭載方法などに応じて、橋家を輸送するシステムには、CB システムやビキャットシステムなど、複数の方式があり、そのうちの特定の方式が、ラッシュシステムと呼ばれる。 バージキャリアという言葉は端気を輸送する、船全体に対して用いられる言葉である。1950年代、荷主はもはや個別の積荷を船倉に積み込む、古いやり方に満足していなかった。積荷の寸法や形は大きくばらついており、ISO コンテナは1960年代に、ゆっくりと採用され始めたばかりであった。 大規模な輸送装置や保管場所を備えた巨大コンテナターミナルはまだ計画段階か開発が始まった段階であった。ラッシュは発展途上のコンテナシステムに対する別の手段、保管として開発された。浮かぶコンテナと見ることができるかもしれない橋家は2つの目的を持っており、 一つは水面を越えて輸送すること、そしてもう一つは積み込み、積み下ろす荷物の標準化された形を確立するということであった。橋家は出発地の港でラッシュ船に搭載され、目的地の港で下ろされた。このシステムはアメリカの造船技術者、ジェローム・ゴールドマンによって1960年代に開発された。 1969年9月に収益したアカディアフォレストが最初のラッシュ船であった。この船は75隻の標準の橋形を搭載でき、搭載能力は約376トンであった。その時点ではそれまでにない種類の船であり、主に他の小型の船を運ぶために設計された最初の船であった。発明された時点ではこのシステムは専門家に 船舶技術の大きな進歩であると評価された。ラッシュ船は積み込み積み下ろしがかなり効率的で、橋気を直接船に搭載することができることから、港湾設備や接岸する岸壁の不足は障害とならなかった。このシステムはまた、すでに水上に下ろされた橋気は、他の橋気が下ろされている最中にも移動を開始できることから、できるだけ早く、 積み荷を下ろさなければならないという圧力も緩和した。こうした利点から、在来線では年間の半分ほどの時間を港湾に、係留されているのに対して、ラッシュ線は、その時間の80%を航海に用いることが、できた。並べられた多くの橋家とラッシュ線橋家は、内陸の河川や、浅い港などで積み荷を搭載される。その後、橋気は、 海港の白地へ牽引にされていき、ラッシュ船と合流する。到着すると、ラッシュ船のクレーンがシケを持ち上げて、船に乗せる。シケに積まれている荷物は積み替える必要がない。この新しい輸送システムの発明に伴って、発生した重要な技術上の問題は、シケの形であった。主にシケの形と積み込み機構が異なるいくつかの他の。 設計が提案されたが、ラッシュシステムが最も幅広い範囲で用いられた。この方法では、端気は線尾に備えられた大きなクレーンによって一隻ずつ引き上げられる。このクレーンは船の全長にわたって移動することができ、戦争内及び甲板上で端気同士を積み重ねておくことができる。このクレーンは釣り上げ能力が 500MP 以上ある。 橋しけの積み込み積み下ろしは平均15分かかる。ラッシュ船はヨーロッパ、日本、アメリカ合衆国でほとんど同一のスペックで建造された。母船はしばしば喫水船上にドアを取り付けて建造したりそのように改造したりする。これは釣り上げ設備なしに積み荷を積み込んだり積み下ろしたりできるようにするためである。この例としては トルコ向けに、エーボンデール造船所で建造された、ラッシュターキージャがある。他の関連したシステムとしては、船尾にリフトシステムを備えた CB システムがある。シンクロリフトというリフトは、水面まで下げることのできるプラットフォームである。二隻の最大1000トンまでの端気が、水面下に下げられたプラットフォームの上に侵入し、 甲板の高さまで持ち上げられ、そこで特別なレールが組み合わせられて、橋気を船の全長方向に搭載位置まで移動させる。CB システムで用いられる橋気は、ラッシュ船用のものより、かなり大きく、積み込み装置も強力で能力は 2000MP 以上ある。3隻の CB 船のうち最初の船は、ライクス・ブラザーズ・スティームシップによって運航される、ドクター・ライクスで、 この船は3つの甲板を持ち、下の2つの甲板にそれぞれ12隻、最上甲板に14隻の合計38隻の橋けを輸送することができた。この船の二重の機能は特筆に値するもので3万0千立方メートルの容量のある貯蔵タンクを脇に備え、珍しく大きな二重船体を持ってプロダクトタンカーとしても用いることができた。 ビキャットという名前のデンマークのプロジェクトは1973年終わりに導入された。北ヨーロッパとイギリスの間で何十万トンもの積み荷を輸送するために用いられた。このシステムは CB に似ているが、より小さな端気で搭載能力は140トンしかない。ラッシュシステムやこれに類似したバージーキャリアの出現に伴い、それまで 船会社に知られていなかった新たな問題が発生した。母船に乗せられた橋家は単に大きな積み荷のコンテナであるが、港や水路においてはこれは船となる。船としては、怒りやウィンチ、軽流設備や信号灯などの設備の規制に従う必要がある。こうした規制はヨーロッパ、北、アメリカアジアなど地域によって大きく異なり、 異なる港で、相互運用性を確保することが困難となった。また、複数の橋家を連結して牽引するときには、牽引用の橋家が必要で、これは、母船で輸送することができなかった。さらに冬に凍結する水路で運用すると、資本コストが高くなった。検討によれば、母船と橋家を運用する費用に加えて、こうした問題に対処する費用は、 従来からの貨物船や輸送市場を広く占め始めていた ISO 標準のコンテナ船よりかなり高いものとなることが分かった。バージキャリアとハシケのシステムは技術的には興味深い輸送システムであったが、ある特定の交通と経済の状況下でのみ経済的なものであった。ありがとうございます。